幻と終わるのか。劉備側の方がいいよね、この長藩は。そして民の覚悟が追っかけるより追われる方がやっぱいいかもしれない、ね、人間。あ、チョームズなんて初だっけ、前使ったっけ、俺覚えてねえや。うわどうした、あとった。承知した。私が必ずお連れする。さあ、行きなさい。あとったん、もうこいつさんと。ガキの頃から世話が焼けるな。ああ、もう目が殺戮の目になっちゃった。なんだこの少林サッカーみたいな。ここは俺様に任せとけ、ジョウ。はい。はい。スタコラサス、あ、いきなり始まるの、ちょっと待って。強化しないといけないんだよ。ちょっと、いきなりかっこいいことしてもよ。俺っち強化しなきゃ。何年だわさ。まずはキスよ。あ、もうなくなっちゃった、スキルポイントが。なんもねっちゃ。はん、空中で、オッケー。ででんねよ、ででんね、まあいいか。まあ、とりあえず行こう。おら、お前使ってきてするな。はい。オーケー、任せ。助けてくれ。なあ、お前ら。自分の身は自分で守りなっちゃうよ、もう。忙しいんだ、今。なに、あいつも後を殺そうとしてる。とんでもねえ野郎だ。ガキを手にかけるとは許せん。金いるじゃん、金が。うれえ、サイクロンソニックバーストがめっちゃ強いんだよ。なに、北トリデで見つかったら終わるぞ。ありがとうございます。あとはどこじゃい。なに、東におるとな。あいつバカだ、まだ北は探してるぞ。情報が遅い。常に最新の情報に耳を傾けないと。これでいいんじゃない。これでもう骨ごとぶった切っていくからよ、この剣で。粉々だぜ。どう、あとはアッサン、アッサンどこだよ。全然ちげえじゃねえかよ、場所が。騙された、パンピーノよ。パンピーノ、あやふやな情報に振り回されてる。よくない。情報を精査する部署が必要だぞ、このうちにも。あ、これこっちから行かないか、何年パターンこれ。まだその前によ、ちょっとこの町子はマストってみんな言ってる。降りちゃっていいのこれ。おれー、何、降りられないんだけど、降りられないんだけど、何やってんだあいつ。あっちから行かないといけないっぽいな。こっちから回るか。もうちょっと早い。なんだお前、お前頑張って走ってんのか。頑張れ。足腰鍛えることは重要でけっぞ。いや、もう開いてねえじゃねえかよ、ここ。開いてねえんだよ、これ。開いたわ。こんにちは。まずい。これサイコクラッシャー使えるんだね、この人。潰しかねえ。行かれる。うぜ、むかつい顔してんねえ、おめえ。まずい、ガキがやられる。だがしかし、ここだよ。ベイビー救急部隊、クブズか。やっちゃっていいっすか、これ。もういついてん、わしの味方なんだ。このゲーム味方なんかいないんだぞ、お前。関係あらへん。ずっと一人。孤立無縁が似合う言葉よ。あれは
あれは持ったか。あた様でこんなとこにおんねん。どういう状況やろ。この方の中で欲しいの。ああちょっと汗くせえけどよ、信じないでくれ。お守りいたします。どこに、いなくなったぞ。消えた。ロジエンポケットに消えた。ガキが消えた。これ以上ここに留まる必要はありません。はい、馬を使いすぐに。わかりました。でも右に一人、右に一人ね、生命活動を感じさせるやつがいるんだよ。でも皆殺しにしてもいいでしょ、これ。やっちゃっていいっすか、クモズがやっちゃっていいっすか、これ。追いかけてくるやつだよ。ちゃんと迎え入れなきゃならんって、ばあちゃんが言ってた。まずはおめえだ。ほい、ほい、ほい。うれぇ。ダメ。骨がクダクダになった。クダクダになったわ、お前。砕け。860分割されたあいつの体は。何？赤子を連れた将を襲うのは不思議です。かまへん。死んだぜ。美しさが足りんかったな。あいつ追っかけねえと。俺から逃げてるやつがいるんだよ、左に。追いかける。逃げると追いかけるよ、俺は。逃げなくても追いかけるけど。任せい。甘え、この、バスターソードを右手一つ。そして左手で赤子を包む。これが最強のベビーシッター、超。総攻守全てが揃ってると、このベビーシッター。なんでもござれよ。左下の蝶もちょっと凛々しい顔になってるよ、さっきより。蝶さん元気か。ほら任せ。最後クラッシャー。すげえ。もう終わったの。殺したら終わりなんだあいつ。お前最後皆殺しにしようと思ったのに追っかけてくるやつも。最後クラッシャーで終わっちゃった。あ、まだあるわ。上から来たやつ殺したかったな。貴重な経験値なのに。もったいないことしちゃった。もったいない小の窪塚にはちょっと痛えかなって。はっ、危ない危ない。赤ちゃん、あとはお頼みます。あとはお頼みます。かわいい。天気と上品、これに合い。精子を消したやつは。口臭そうやったな今。ハイパーボイス。これは爆音で。暴れるぜ。これでバトンタッチ。酒飲みに。いいよ、やっちゃっていいのこれ。シャキってやっちゃっていいのこれ。なんか燃えたんだけど今。俺の後ろがなぜか燃えたぞ。ここでまず颯爽と特技を取るクボスか。あん、これ取れなかった。でもいい、これ天輪クボスかになったから。おれおれ、かかってきな。はい、いらないの時間なのか。安心、ゆっくりしな。全員お料理してあげる。おい、あ、ここに出てきた。うまっ。山に向かって人投げたからな今こいつ。なんでお前、わしが逃げると思ってんのか。うめ、任せ。しかも小野町子よ。鬼に金棒とはこのこと。おお、あれさっき加工所殺さなかったの。人間って生き返るんだね。しかも2回殺せるんだ。声が小さいなこのゲーム。もう設定変えようと思って変えるの忘れてたわ。いっぱいいっぱい服がある。これはブティック。ここが商販で有名なブティックです。服がいっぱいございます。
次はおめえだ。ちょっともう難易度が簡単すぎるな。次は難しいでやってみるか。あまりにも簡単すぎる。まあいいんだけど、シナリオを楽しみたいからまあいいんだけど、まあねえか。シナリオを楽しみたい気持ちかということで勘弁してくれるか。まあそうだな。リョッサンとか強かったもんな。何？早い、仕事が早いぞ。あのファイヤーマン。まともに相手をしては面倒だ。確かにな。それはそう。やばい、俺をスルーしてるあいつ。許せん。しかしこっちに足早シューズ、足早シューズでもなかなか追いつけねえんだけど。うれえ。ほら。やっぱ強い武将だとちょっと硬くなるな。ちょうどいいのかもしれん。ほらデブ。ほら。もっ。死にな。うれえ。これ捕まえにくいな、この武装ランドも。なんか使いやすいやつ、なんだこいつ。使いやすいやつと使いにくいやつが、やばすぎ。うえ、肉弾戦車強し。さすがただの体脂肪の塊ではないと。ちょっと当たんねえんだけど、この3。ほら、はい、やべえ、なんかあいつ逃げてる。許せん。高いとこに飾ってあるぞ、あの服。今日はここまでだ。はい、何も来てないです、ここ。ほら、次はおめえか。やばすぎ、ちょ、これ緊急回避できないんだよ、これ。やばい、強い、こいつ舐めやがって。ええ、甘え、砕けたろ。まずは1本、そして2本。どんどん骨が砕けていくぞ。うわぁ、なに、やろ、こっちもやってやる。えぇ、ー、うららららららら、やれ。よし、ふん、雑魚だ。かまへんかまへん、上のやつもパチンってやったったらええんやろ。任せ、ちょっとその前に飯を食うていいかや。ここに飯があるんじゃ。うまし。しかも小野町子、すべて真機械すべて揃った。おお、またこの地球から人口が1000減ったというのは嘆かわしいことよ。なんでそんな悲劇が起こるんですか。僕はただ平和を求めて戦ってるはずなのに。調理を主に用は戦略調査に与えし、死んだぞお前。ほら、飛距離15メートルといったとこかな。強がりよって。まあ、ちょろいもんよ。逃げる必要あったか。全員迎え撃ってよ。俺が四角ボタンを押してりゃ天下統一できるんじゃねえか。その軍勢を後頭に向ける。いや、破ってないやん。歴史改変されてますよ、これ。この動きを見るや、後頭に赴き、はい、孫権に挙党を申し出た。孫権には弱小勢力の劉備と結ぶ利はない。ほう。だが、天下で曹操に対抗しようとしているのは劉備のみ。うん。迷う孫権に諸葛亮は解く。え？我が殿劉備はたとえ孫権殿が降伏しようとも戦う。己が理想をなすために。レーガン撃ってない、この左の諸葛亮。この弦が幽遊白書好きだったのかな。孫権の心を捉えた。彼は曹操からの降伏勧告を跳ねつける。乗せられちゃったんだね、諸葛亮に。一方、劉備は孫権と共闘体制を取るべく、はい、趙雲らを出陣させた。うむ。決戦の地、石壁を埋め尽くすは波動の大戦だ。あら、あ、てか対するは
あの諸君のシナリオやったときさ、宝刀さんいなかったよね。あれいたっけ、宝刀さん。流氷のとことか。あ、違う、諸君のとこで今諸君やってんじゃん。ちょ、やばい、俺なんかもう頭おかしくなってる。どうしよう。実は画寮の支柱にあったこと。やばいかもしれない俺。宝刀出てきてないよな。流氷のとこでも出てきてないし。